くるみ割り人形、フッツ、カスノワゼット、A、ザナッツクラッカーは、ETA ホフマンの1816年の童話、くるみ割り人形とネズミの王様を原作にした、ピョートル・チャイコフスキーの作曲したバレエ音楽、および、それを使用した二幕サンバのバレエ作品である。チャイコフスキーの三大バレエの一つであり、初演から100年以上を経て、数多くの改訂版が作られている。 ちなみに、くるみ割り人形とは、もともと人形の形をしたくるみを割る道具のことである。ロシア提出バレエのオープレオブラジェンスカヤと、パーベルゲルト。1900年頃、チャイコフスキー作曲、プティパフリツケで成功を収めた、眠れる森の美女の自作として、マリーンスキー劇場の支配人であったイワン、フセボロシスキーは、ドイツの ETA ホフマンの童話。 くるみ割り人形とネズミの王様を原作とするバレエを構想し、再度チャイコフスキーに作曲を依頼した。直接に参照したのは、ホーフマンの原作ではなく、リューマによるフランス語版の小説とされており、これらの筋立てをバレエでは大幅に簡略化している。マリウス・プティッパが台本を手掛け、振り付けも担当する予定であった。しかしプティッパは、リハーサル直前に病に倒れてしまい、 振り付けは、後輩のレフ・イワーノフに委ねられることになった。プティッパとフセ・ボロシスキーの要求の板挟みになった、イワーノフは、苦心散々して完成させ、初演は1892年12月18日、サンクトペテルブルクのマリンスキー劇場にて行われた。観客の反応はまずまずであったものの、主題が弱いと考えられたことなどから、大成功とまでは言えず、 ポピュラーな作品となるまでにはやや時間を要したという。初演が大成功と呼べるものでなかったことから、定番となる演出、振付がなく、21世紀に入った現在も、新演出、新振付が作成されている。主な演出、振付については、EN、リストオブプロダクション t オブザナッツクラッカー参照。現在では、 大きく分けると、一幕の主役であるクララと二幕の主役であるコンペイトーの性を同じダンサーが踊る演出と、クララは子供が演じコンペイトーの性は大人が踊る演出の2パターンがある。校舎では一幕にそのバレエ団のトップダンサーであるプリンシパルは登場せず、プリンシパルが踊るのは二幕の後半のパトゥのみと、登場時間の短い演出になる。細かく見ると、 次のバリエーションがある。コンスタンチン・イワノフによる初演の舞台装置スケッチ劇場支配人、イワン・フセボロシスキーによる初演の衣装スケッチ。第二幕、自業におばさんと子供たちとある王国にて王子が誕生する。しかし、その場にいた人間がネズミの女王を踏み殺してしまったために王子は呪われ、くるみ割り人形になってしまう。第一話、編集クリスマスイブの夜、 ドイツの下アルバウム家の大広間ではパーティーが行われている。少女クララはドロッセルマイヤー老人からくるみ割り人形をプレゼントされる。ところが取り合いになり弟のフリッツが壊してしまったのでドロッセルマイヤー老人が修理する。客も帰りみんなが寝静まってからクララは人形のベッドに寝かせたくるみ割り人形を見に来る。ちょうど時計の針が12時を打つ。すると クララの体は人形ほどの大きさになる。そこに、ハツカネズミの王様が指揮する、ハツカネズミの大群が押し寄せる。クルミ割り人形の指揮する、兵隊人形たちがハツカネズミたちに対し、最後は、クルミ割り人形とはつか、ネズミの王様の一騎打ちとなり、クルミ割り人形をあわやというところで、クララがスリッパをつかみネズミの王様に投げつけ、ハツカネズミたちは退散する。 倒れたくるみ割り人形が起き上がってみると、凛々しい王子になっていた。王子はクララを例に、雪の国とお菓子の国に招待し、二人は旅立つ。第二話、編集雪が舞う松林に二人が差し掛かるお菓子の、国の魔法の城に到着した王子は、女王ドラジェの生に、クララを紹介する。お菓子の生たちによる歓迎の縁が繰り広げられる。激末はクララが、 クリスマスツリーの足元で夢から起きる演出と、そのままお菓子の国にて終わる演出がある。舞台上に、おもちゃのトランペット、太鼓、シンバルただ、楽器数種、24名の自動合唱。全曲の演奏時間は約1時間25分である。録音や演奏会などでは、組曲や抜粋で演奏されることもある。以下、譜面に明記された各曲のフランス語名称の 日本語訳と、内に音版などで、関連的に用いられている、名称を、内に説明を記す。バレエ組曲、くるみ割り人形作品 71A は、チャイコフスキーが、バレエ音楽から編んだ組曲である。くるみ割り人形作曲中のチャイコフスキーはこの頃、自作を指揮する演奏会を企画していたが、あいにく手元に新作がなく、また作曲する暇もなかったため、 急遽作曲中の、くるみ割り人形から八曲を抜き出して、演奏会用組曲とした。バレエの初演に先立ち、1892年3月19日、初演された。組曲版の演奏時間は、約23分。作曲家自身のセレクトということもあり、白鳥の湖、眠れる森の美女の組曲と異なって、この構成は、大抵の演奏において普遍である。以下は、 歓迎名による、第1曲少女曲アレグロジュスト、変路ロ超長、4分の2拍子。この少女曲の未編成から低減、つまり、チェロとコントラバスが除かれ、低セットを指示されている。このバレエ全体のかわいらしい曲奏を感じさせる。おとぎ話のような主題が、バイオリンにより提示される。これらは、クラリネット、フルートなどに引き継がれ、次第に大編成化する。 すると一転して、大声による叫びがあり、メロディックで優雅な第二主題が提示される。この後、第一主題、第二主題はそのまま反復される。性格部曲、第二曲更新曲、テンポディマルチャビーバ、都庁長、4分の4拍子、ABACABA の形を取る。第三曲コンペイ等の性の踊りアンダンテノントロッポ、ホタン長、4分の2拍子。 タイトルの現代はドラジェの性の踊りだが日本ではドラジェは一般的でなかったためにこの放題が定着して現在に至っている同様に英語圏ではクリスマスのキャンディーであるシュガープラムの性の踊りとなっている当時発明されたばかりであったチェレスタを起用した最初の作品として広く知られる当初このパートは 天使の声と例えられた珍しい楽器アルモニカのために書かれており、後に旅行先でチェレスタと出会ってから楽器指定を変えたことが明らかになっている。なお、チャイコフスキーは初演までチェレスタを使用することを公言しなかった。チャイコフスキーはパリから楽器を取り寄せる際、モスクワの業者に送った手紙の中に他の作曲家、 特にリムスキー・コルサコフとグラズノフに知られないようにと、う趣旨のことを書いており、先に使われるのを防ぐ目的があったようである。第4曲ロシアの踊りテンポディトレパーク、モルトビバーチェ、都長長、4分の2拍子。第5曲アラビアの踊りアレグレット、と単調8分の3拍子。この曲のベースになった曲は、グルジア民謡の子守歌である。 第6曲中国の踊りアレグロモデラート、ヘ路ロ蝶4分の4拍子。第7曲足笛の踊りモデラートアッサイ、2蝶々、4分の2拍子。A, B, A, C, A の形をとる。おもちゃの笛、ミルディトンが踊る。第8曲花のワルツテンポディバールセ、2蝶々、4分の3拍子。クラシック音楽の全体の中でも、 非常にポピュラーな曲であり、単独で演奏されることも多い。助走にはハープが効果的に用いられる。ハープのカデンツァの後にホルンにより主題が提示される。続くワルツは弦による有名な旋律である。さらにウィーン風の旋律がフルートに情熱的な旋律がビオラチェロに提示される。前者二つはケツビ部でまとめられ。 大公共学的なクライマックスを迎える。本作はバレエとして演じられているが、それ以外のジャンルでも演目として取り上げられることがある。雑誌、ニューズウィークでは2016年12月に2つのバレエの他にヒップホップとブレイクダンスを合わせたもの、そして3つのバーレスクを紹介している。ありがとうございます。